お疲れ様です。今日はこちら154枚ホグエリババレイジュやっていきます。さあ最近ですね、ちょっと154枚、再びハマっておりますので、私ちょっとね、いろんな154枚をやっていこうかなと思い、今日はエリババレイジプラスのホグライダー、はい、もう攻め攻めね、攻め攻めイケイケデッキやっていきます。なのでちょっとね、募集しております。はい、この組み合わせで1コス4枚やってほしいだとか、まあ、枯渇のね1コス4枚をしてほしいだとか、いろいろ求めてますんで、ぜひぜひ、はい、基本やります、気が向けば。ということで、ザッピーはお久しぶりです。いってらっしゃい。親衛隊領服の顔ですね。さあ、でこれザッピーもゴブリンも抑えたら相手は何があるんですか。え、てかエリババ、うらぁ、金髪来てる、やばい、金髪ちょっと強いけど、え、エリババレイジが刺さる、いい、やだめからのワイパツ、からのワイパツ、うぃー、さあ740まで、いやエリババ強、レイジがね、なんだかんだ最近壊れてますんで、ユニットにダメージ入るようになって、はい、スケコウも一刀をね、仕分けるんで、よし。いや、これどうしようかな。アチャクイ雑に後ろからでもいいな。で、新化学がスケルトンなんで、相手の新鋭隊は、食っちゃえばいいんだね。よし。ホグは、まあ、ホグを基本的に刺したいんですけど、ホグが刺さんなそうだったら、まあ、今みたいにエリババもね、手伝ってくれるっていう。アチャクイ残ってほしいな。残んないか。残んないが、まあまあまあ許せるでしょう。で、ゴブリンの檻を持ってるんで、相手がね、そんなにこうホグライダーを刺しにくいっていうのがあるんで、まあこの辺のアチャクイのクロークスキル使ったタイミングでなんかいい感じにいけたらいいけど、親衛隊も嫌なんですよね。さあ金髪、このアチャクイが普通に強い。レイジで削る。いやー怖いなー。いや、これ守るか、一旦守れんのかな。これオーバリング砲すげえ嫌なんだけど。いや、守れるはず。うわ、ファイブアラームで溶かす作戦や、うまいそれ。でもうちは増殖パーティーで、もう一回エリババが回る。オッケーオッケーオッケー。しかも、え、増殖？増殖は？サボってる。ああ、強っ。久々にゴールドナイトを見てる気がする。なんだかんだ強化されたんですけど、ダッシュ時ダメージから強くなったけど弱いみたいな、悲しきカードですね。さあ、エリババ、親衛隊相手にも、まあ序盤のね、やっぱ一番タイム。親衛隊がこう、あんま回らない回らないサイクルの時に、さあエリババレイジぶっ刺さっていく。結構ね、こういうデッキは2倍タイム3倍タイムになると攻めが通らないみたいな結構あるんで、1倍タイムからね、やってこい、エリババレイジあー、またザッピーやん。そんな俺天敵なんだけど、ザッピー別に最近多くないかんな。まあザッピーになるともう親衛隊領服か、まあ、ロイシャイなんですけど、まあ、エリババでもよかったけどな。いやー、まあまあまあ、よく耐えた方じゃない。あ、ザッピーロイか、まあ、墓石トリトンって感じか。さあエリババ通るかな。通ってほしいんですけどね。まあ墓石もあるって感じかな多分。でスケキンいるかな。これ難しいね。まあ、一旦行って、まあ、墓石あると思うんで。おお、いやー、きつい、きつい戦いが始まろうとしてんな。まあまあ。よいしょ。便利になりました、レイジも。まあ、トリトンいたけど、これうざそう。ファイブ防衛もある。ザッピー強え。
お着衣2回目いけんの強すぎる。さあこれで一発稼ぐ。よしよし、お着衣ゲーだろ。いやでもきついね。マザーネクロですって。墓石ザッピーでしょ。いやエリーババ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 今回はねあんま活躍できないっすね。あんまどころじゃなくだいぶ、まあ低めアチャクイがちょっと強いと思うんで、あとスピリット削り、はい、削って、いやこんなんもう考えずにいっちゃおうぜ。えぐいカウンター来るかな。こんなもミスってでかい。よしよし、でかい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 。で、アチャク2回目が使える。で俺結構アチャク命なんですよね、このデッキ。いや、意外といい防衛してる。いや、耐えて、え？てか1100まで削れとるやん。俺、アチャク命すぎる。本気で。こいつでほぼ守ってる。エリババたまに活躍できないんだね。いやまあまあ、からのよ。よし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 。あるか。いやマジ結構絶望。マジで結構絶望ではある。進化好きで意味わかんないパーティー始める作戦もある。え、なんで今のさ増殖しないの痛くね。いやマジ一生守ってる。いやー耐えれるかな。うっ、うわあですよね。いやこれずっとこうずっとこうなるんだろうなと思いながらね、本当に5分間戦ってたわ。いやこれね、いや仕方ない、これ本当に限界領域。墓石ザッピー、何がいた、マサネク、スキキン、トリトン、いや本当にね仕方ないですね。もっとね、それ以外だったら何でもいいぞ。あんな、いねえかんな、今。偶然引いちゃったな。さあ、オーブン。まあ、小屋は一旦邪魔なんで壊させていただいて。まあ、ホグが刺されば話が早いが、まあ、基本刺さんないと思うので、まあ、着衣でプレッシャー、エリババレージでプレッシャー与えながら、ぶっ刺したいっすね。さあ金髪、金髪今日多めだな。そんな流行ってたか。やだな正直。まあでもヒースピ欲しいな。これさてはヒースピがねえ、俺持ってきてねえんだ。持ってきときよかった。さあ着衣強い。いやほんとこれホグとか行きたいんですけど、ワンチャン2周目のスキルを狙えるっていう。でこれ回んないか。いやでもここのホグライダー強い。でレイジまだある。落としちゃおうかな。おい、1234
うい。さあ4発走ってくるんですか、こんにちはからのこんにちは。いや全然走ってこん。あーうっ、あーいて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 ー。さあゴーレムね。うわマジヒースピ持ってきてねえの、やったな。こんなんもういっちゃええやろ、いっちゃええやろ。うん、ザップギャング系いたっすよね。いやー強すぎる。アチャクイ最強なんだよなこいつ、どう考えても。お邪魔はしないでください。いやエリババもね守れてて優秀すぎる。走んないで、走りたそうだね。よいしょ、あライトニング、やだやめて、いっぱいあるよ。なんか今すかしたなゴールナイン。さあまあエリババからのホグカウンターまである。いやこのホグにさエリババ添えられてんの相当だるくない？レイジもついてくるよほら。おい、いやいい、ホグレイジかけるエリババレイジめちゃめちゃいいよ。やっぱエリババいいっすね、軽くあるんでゴーレムとかの防衛が楽ちん楽ちん。さあさあさあ行きましょう、よろしく。いやマジ初手エリババレイジ刺さんねえかな。いや刺さんなかったら終わりか、終わりか。おお、なるほどね。いやトルネ率高いっすね、こうなったら。だいぶタルババイコールトルネードだと思ってるんで。いやー一回後ろあっちゃう。おっ、使ってくれた。あなたは今スピリットに動揺しちゃったね。いやこれね遅延スキルの顔してるっすね。え？俺ら思ってんと違うので来たけど、まあそれはそれでいいみたいな。ホグが、おーナイトボーラービビドラー、なんだこれは。スケラか、スケラもあるし、まあ全然エレジェも一応あるっちゃあるっすね。いやまあいいでしょ、キンキ。えてか陸が墓石がないならエリババぶっ刺さるけど大丈夫そう？これマジきついぞ相手。ほらおい、レイジで、うえーボーラーなんかエリババレイジで突破できちゃう、やばすぎ。突破できんのそれ。待って、キング起動はミスで、トルネ使ったんでオングライダー生き毒す。なんなんだこれ、ボーラーないとバルーンっぽいか、さすがにバルーンか。進化スケドリームちょっとつかみたいけどな。これでもアチャクイサイドらさ一体どうやって守るんだ事件あるんですけど、いっぱい1コスいるんで1コスの力を借りて頑張ろう。やばい、俺の思ってたの違う。いやーまあ許せるか。いてー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 、おーバルーンバルーンやめてくれとか。銃は一応レイジでも落とせる、間違い消えて。うわ、そうね、そうなるんでここはこのカウンターでいいで落として。いや結構熱いぞ、なんならもう一勝負もあるし、圧着のスキルある、買ったくね。圧着いや、で508さては世界一遠いか、世界一遠そうな顔してんなこれ、これやばいねマジで遠い、いやだよ。うっ、こっちに咲いて大丈夫なのか問題あるが。マジで
いやマジ行くしかないけど行きたくない。いやめっちゃ守ってくる。0時10回くらい回す説ちょっとあるな。いやホグの回る回転が早い。え、フリーズ使ったらホグか。おい、さあバルフリー、アーチャクイしかいなくてもこっちの攻めを刺せばね。シーンよろしく。やっぱ1倍タイムで進化スケルトン生み出してエリババセパレート進化スケ添えてみたいな、めちゃくちゃ良くない？行ってこい。まあ最初キング起動されるとねエリババも通りにくくなるんで、まあホグもねちょっと待って。ベビドラ遅延スキャラやん、さすがに違うんかな。遅延スキャラっぽいけどな。あー、いや遅延スキャラっすね今回は。これなんかアチャクイだけで止まりそうだな。まあ行ってますそう。これはでいい感じにレイジしたいな。いやレイジしたら禁忌されるんか。着地アイウィズかな。いや結構遅れて進化スケ添えるっすわ。いやだるそう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 。もう一発欲しい。んーいやまあ悪くないでしょう。キング起動されてないんでね、それで幸せです。で今はねまあ墓石で守られちゃうんだよな、ホグライダーがね。ウッドがないんでね。いや、行ってもいいけどな。行ってみる。価値はある。ああ、微妙だった。スケラね。まあ、一応、レイジ防衛とかもあるんだよね。ベビドラがだるい。まあだるいね。これどうやって勝つのって話よね。ふざけんなよ、一個も通らん顔しとるやん。え、諦めた。なんで、なんでめちゃくちゃいいとこだったやん。めちゃくちゃ良くてこれから俺が頑張るとこなのに。絶対学校や。さあグッドゲーム。まあラッキーか。こんな勝ち方誰も求めてないよ。なんでやねん。落ちんな落ちんな。さあ暁デイダラ君よろしく。リトプリにはまあお姫様合わせて、なんだろうね、エリババの受けが少ないデッキとかだって気持ちいいけど、なんだろうね。いやエリババでちょっと刺さんじゃねこれ。いやタルババの竹替えうますぎだろ。お姫様もう一回切れる。切れない。まあエリポンゴレっすね。リポンゴレか。まあまあまあホグライダーが刺さんなそうな顔はしてんな。まあ、エリババホグまで行ってもいいけどな正直。相手なんか次第か。あーそれ強すぎる。いやでも届かないんじゃね、もう一体の方。よし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 、よくあるね。お願いゴーレムの前に来い。いやいいやつかあいつは。後ろに行ったら終わるって。
まあ一旦チンパンも大事だよな。いや一旦冷静になるんだ。あんた、えぐい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 、強すぎ強すぎる。強なんだこれ。ザグン、ヒースピ持ってきたわ。絶対ヒースピ強いんだね。ファイスピは解雇いらない。エリババヒースピ、ホグヒースピ、アチャクイも回復させてね。いかにアチャクイを場に残すかみたいなとこあるんで。さあノノリュウさんよろしゅう。ノノリュウやん。まあご覧しようね。さあタルババね、タルババなんか多いっすね。タルババイコールもうトルネードなんで、まあ遅延スケラーエレシアイ二択の顔してます。ボーラーケツから裂いてくんねえかな。おお遅延スケラーだ。まあ遅延スケラーならギリ許せるか。アホ行く、行き過ぎぐらいか。いやーまあまあまあギリね、ギリ許せる攻防だって気がする。さあスケでこれ2回受けれます。ベビドラを、遅延スケラね。いやー2倍タイム入ったら終わる気がすんな。あのスケ黄色いじゃんみたいな。1倍で本当は決着つけたいね。え、ちょっと熱いかも。熱かあれ。いやー微妙だったか。硬い硬い。なんでこんな宝石と当たんだろうな今日。うーんすぎるな。あんまいないんだけどな。宝石が強えんだよ、宝石がよ。いやレイジが、いやーちょけタワー殴ってほしかったな。いや何を回そう、止めとくか確実にね。いやヒースピ、いやでもエリババがいい。おつ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 、ヒースピ噛みすぎる。サムツ入りすぎてる。まあ8枚ベビドラ作るだけちょっとやだ。さあポイズン打つ。いやーヒーラーで回復してあげればよかった。ヒースピか、まあ、言うてきついな。一発よし、紛れ込み作戦。トルネがあるか。まあまあまあトルネ使わして、使わしてよ。姫様最強。いやレイジ削り、いや耐えて、アイスピツー高めアチャクイ最強スキルで、これスキルワンチャン2回目狙えるっす。お願い狙わしてあげて。出てこい。いやイリバはちょっと優秀か。ビビってレイジボーイして、いやめっちゃいいぞ。こうなればあとはレイジ削りが不可能か。なんだレイジ削りって。いやもう防衛レイジでいいや。
いやー、オッケー。もう一生守る。これホグ言っていいの？進化助けまで添えて、レイジで走れ。おる。ホグ？エリババが邪魔して、おい。熱すぎ。スケラの受けだけはちょっと豊富なんだよな。いいね。さあ、マッシュマロン。よろしく。初手エリババレイジヒースピー。したいです。回す。おー、もうこれ許容でいいんじゃない？あ、打っちゃうか。溶かせそう。ほら。いや、残るんや、それ。さあ、まあ、これは、テンプレの、いや、ナイトガンか。ポイズン。あ、ちょっと違うの。なんか、テンプレで、ガゴ縦線、リトプリあるけど、なんかちょっと違うの。あれ、ナイトいたっけ？ナイトガゴポユット。縦線か？あと。ナイトガゴ縦線。みたいなのあるっすよね。あれ。全然違ったらどうしよう。縦の戦士が、縦の戦士は出てこない。縦線の枠がナイトになってるパターンかもね。なんかちょっとだけ違う気がする。縦線あんのかな。いやー、なさそう。でも、いやー、いいポイズンや。いや、あるんや。やっぱり。縦線の嫌っすね。これうざそう。進化スケ。ヒースピが？いいね。オーグレイジが刺さる。まあ、縦線いるんで、ナイトもリトプリもあるんで、ああ、アイスピがねえのか。エリババは今回お休みっすね、正直。あんま活躍できなそう。いや、ホグライド無理やり一発、ね、よくやった。うわ、めっちゃいいガゴ。無理やりまたこのホグレイジ。ホグレイジさったわ。一発なんでー、一発入らないか、それ。いや、これ一応許容はできるんで、軽めでよくて。ガゴみたいなの来ない。そっちサイドね。まあ、リトプリ来る。いや、ここのホグライダーちょっと強いぞ。わあ、いい棒っぽいや。え、これさ、みたいな話ない？いや、エリババがね、刺さるんですわ。まさかのね、エリーババがね。いや、スピリットいいな。つけとけばいいんでね、後ろに。なんか相手がこれ来るかもとか考えなくていいかな。別に後ろにいたらスピリットつけときゃ、あー、なんかいい感じになってるわみたいな。セットなんで。あー、 2.6 億の顔してるね。大砲の突破方法が難しいね。え、これ回復した行列圧着。いや、はい、狭い、はい、狭い。アイゴレのパフで怒りやがった。いや、ホグってバレんのちょっとやだけどな。いやー、これね、攻め通すのマジでむずいぞ。陸受けの塊 2.6 億で、
エリババマジいない、いないっすね。エリババいないようなもんなんで。で、大砲ガルト。マチャクイしかいないっすね。これを勝つには。マチャクイヒースピー。事故らせて、ホグ追加レイジ事故。来ました。ゴッツプラン。いやあ、相手ね、なんかあちゃかいね、確実に5打ってくるかんな。それ嫌っすね。はみ出んなよ。なんでやねん。回復してあげて、ほぐらいで見えなかった。これ出そう。え、マジちょっとありそう。グッド使え。目いいな、あんた。いや、苦しいか。いや、まあ、こっちはね、あちゃくいで。いや、なんかめっちゃ丁寧だな。丁寧すぎるプレイヤー。このデッキだときつすぎる。もっと雑に、もっと雑に戦ってくんねえか。ホグ飛ばせ、ホグ飛ばすだけ入るだろ、お前俺に対して。全然ホグ飛ばさん。めちゃめちゃ守りから来る。こういう相手ダメ、俺のデッキには。いや、うふう、からのキング起動。これ丁寧ないとダメ、丁寧すぎる。いや、ワンチャンある攻めだったけどな。今のでダメならもうもう無理よっていう。うわ、惜しい。よっ、いや、マジでちょっとワンチャンある。だいぶ絶望ではある。いやー、もう守らないでや、そんな。大砲だけ持っとけばあんた勝てるんだから、そんな守んないでや。金聞いて、ここに来て。大変よく頑張りました、スタンプください。2.6 がきつい。俺のエリババが全然エリートじゃなかったや。お、なんか俺と名前似てんな。 C 抜けよ、お前。名前から C 抜いてみろよ。行ってこい。あ、いや、これスパーキーやるか。エリババレイジ行ったらスパーキーで受けられてカウンターで終わる。ザップないしな。うわー、ホグ行ってもレイ、いや、まあ、スパーキーが取りになるっすね。落ち着いてケツアチャクイ見えるが、ゴブジャイの顔つき。ケツスパーキー来ねえかな。アチャクイと結構スピリットいっぱいいるんで、まあスパーキー自体の防衛はそんな苦じゃないと思うんですけど、なんか早めに動いた方が良さそう。新鋭対レイジガゴゴブジャイやないかい、結局。新鋭対ゴブジャイか。まあ、まあ、消えれるから美味しいな。トリトあるんですよね、俺の相手これ。からのガゴがいい。いけ、お前しかない希望が2発。
いやー悪くないんじゃない。で残りがゴブジェトリトンで、ネクスト進化新エタルサイクル、いやこれホグスケルトン、いやリトプリガーディアンで守られたらきついが、ちょっと事故は狙えるか。レイジ使ったし、いやマジである。いけいけいけ、食え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 、餌の時間だぜ。気持ちいい気持ちいい気持ちいい、気持ちよすぎる気持ちよすぎる。それ相手がレイジ使ったからチンパン炸裂。いやこれあの新兵隊いるわ。なんだこれ、まあ、ヒースピで回復新兵隊おらんと。今使ったもんね。おい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 、エリババエリババエリババ、やりすぎやりすぎやりすぎ、エリババ強くね。これもう一回やっていい、新兵隊。お全然いいや、なんかちょうどいい。エリババゴブジェの防御強い、レイジも強い、ホグ添えてヒースピまで添えて固めて回復してエリババやっちゃえ、惜しい。え強ない刺さってんだけど相手に。まあ負け筋はこのガーディアンくん。おい来た、こんにちは。ホグライダーでスプリットマシマシレイジカウンターあったの。いやめっちゃいいめっちゃいいスピリットな、強え。というわけで他の組み合わせ1コス4枚デッキもね募集しております。では大塚純一さん、またね。